Hello, everybody, and welcome back to Honkai Impact. Today, we're going to be continuing part two. I just tried to teleport, and this happened, so I started stream right here. So, except for in this dark space, can't progressively exclude an ancient sort of putrefaction. Confronting the abyss. Oh yeah. I've done this already. I see, I didn't finish this. So it sent me back here, even though I've already been around here. How does that work? Because I grabbed treasure chests in this area. How does that work with me being sent back here? As if I was never here in the first place.今はあまりにぎわってないけど、ここがまだ観光名…あ、聞きはする人をもてなすのは久しぶりだけど、ここの食べ物は本場の味ばかりだよ。人が揃わないと一緒に食事が出ない。ならちょうどいいね。回収の…あ、そのついでに。あんたたちの仲間の行方も聞いてあげる。今はそうするしかないよね。セナは。Yeah, I've already done this. It's just I'm just quickly clicking through it. So that's how this works. ずっとここにいると他の人たち戻るね。でも先に言っておくよ。どうすればいいのか分かってたら、もちろん出会ったのも何かの縁だし、力になれることがあれば。It's interesting that Sonkyu isn't a character. どこに行こうかな。私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由は分からないけど。Wait, the chests I picked up are gone, I think. So the way they do this is you can go back to the area, but the chests you grab won't be respawning.久しぶりだ。もうすぐ。そうだ。まあ、うちを。それは、そして。そう。あ、まあ、そう。は、あまり。さっきの…ああ、でも…それ作んでもキング…話…I already did this one last time. うん。少弱お姉さん…少弱先生…風も…近くの一部だね。ああ、うん、言えない。And this is for the last time. うん、少弱…セット…あ、つまり…わかっても…パパ、パパが…それを…ごめんね。大丈夫。でも、ああ、前に。まあ、すべ、エミリー。I also remapped some buttons in this game. あいつ、やっぱり仕事し始めてるんだ。ちょうどいい。彼はいろいろ知ってるからね。やれやれ。さすが機械を見極めるのが得意な。とんでもない。先生がいてくださるから、生計を立てられるんですよ。私は悪徳仲介人じゃありません。彼らから聞いてるよ。あんたは大げさな芝居にこだ。もちろんです。私は不正な手段を使うものですからね。相手から恨まれたくありませんよ。これも先生から学んだことです。はいはい。うちにそんなお世辞を言うのはあんたくらいだよ。Okay, I'm having a bit of lag show up. そうだ。琥珀街で見知らぬ人を見かけてない？うちのお客さん。見知らぬ人。ですが、商売の子。商売の子って。はい。前代未聞です。しかも私と同じように。た。そんなこともある。ええ。ですが、彼女たちも私のことを、私が彼女たちの商売を、
盛り上げようとしたんですが。はいはい、あんたはちっとも変わらない。わかった、その件はうちが。今のは老朽はね、衣食と野外の怪物、そのせいで回収の時になると。だから彼みたいな、彼はいろんな方法で人々を怯えさせて回収。通りで彼は。そうでもないよ、何もしないままで稼ぐより彼は手段を実…なんて言えばいいのか。それは否定できないね。じゃあ大丈夫だ、さあ行こう。みんな、私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。Think I've been up here. 安心して、あなたは永久バルキリーなんだから、これぐらい楽勝なはず。Can I ask why you're doing this? でもコラリー、できるかどうかより私たちはするべきかどうかを考えなきゃいけないんじゃない。コラリー、ヘリア、二人は夢追い人。商売のチャンスだヘリア。ちょっと何本気にしてるの。わかりやすいと思うけど、無料の投げナイフチャレンジだ。彼女があの板の前に立つから、好きな目隠ししなければならないこと。 What?この子のデタラメな話は無視していいから。そっちも影の怪物に遭遇したの？うん、最初は確かに怪物たちに。幸いある人に出会ったおかげでセナも見つけられたから、特に何もなかった。その人って？うちのことは少弱でいい、遠慮はいらないよ。二人から尋常じゃない気概を感じる。きっとすごいところで働いてるんだろう。うん、ヘリアは永久バルキリーとしての経験が。She accentuated the A rank part. コラリー。まあいい。ところで、セナディアは？彼女を見つけたんじゃないの？ She wasn't following us, was she? そうなんだけど。おかえりやったんや。Yeah, she's already eating.The girl grunted as she squeezed the crowd and approached the small stall. Mazu, nomikon de kara hanasouka. Yeah, Senadina. When they were separated earlier, the girl was now carrying an assortment of food in her arms, and she was struggling to chew with puffed cheeks. Yappari, futari datta nda ne? Sakki, chibi ga shoubai shite ru tte kiite kochi ni kitan da kedo.やっぱり間違ってなかったんだ。 That's how you figure it was them. よろしい、絶好だ。コラリーのジョークってやっぱり面白いね。セナ、その腕にあるのはどこからも。みんなからもらったの。多分私がモテるから。そうそう、二人は何をしてたの？面白そうだ。わかりやすいと思うけど、無料の投げ。はいはい、そういうくだりはもういいから。とにかく合流できてよかったよ。みんなも元気そうで何より。行き止まりかと思いきや、まさかの。でも興ざめの話をしたいなら今しかないかな。別に大した用事じゃないけど、ちょっと失礼するよ。Okay. 前に言った通り、うちも回収のために少し準備しないと。これじゃちゃんともてなせないけど、どうか悪く思わないで。そう言わないで。ここまで案内してくれたんだし、感謝してもしきれないよ。それでもちゃんともてなせないのは事実だから。わかった、あんたたちは昔話でもしてて。うち、You're making a strange guessGesture, the girl bounded off their usual overflowing energy. Go take a look at the lineup.
Okay. Just after I get the team where I need the button again. あんたたちはもうそんなに仲良くなったの？相手は親切な人だからね。こっちも熱意を持って接するのが筋だよ。それで、二人はどうしてここで商売をしてるの？いや、why did you set up that stall? 厳密に言うと、これも科学考察の一部だ。What? ここに飛ばされた後、私とコラリーはすぐに合流したんだ。私たちの通信機がこっちでも使えたのは予想外の収穫だよ。それでここが世界の泡だということを確認した後、私たちは周りで生命体の信号を調べて2人を見つけ、そしてたまたまここにたどり着いた。住人たちは親切だし、それに世界の泡の外から来た人間にも驚いてないみたい。Of course, Coraline.考察の仕事にとっては意外も計画の一部なんだから。私たちを巻き込んだあの黒い物質を覚えてる？ここではお金に近い存在なんだ。聞いた話によると、回収と呼ばれる儀式で人々の恐怖は謎に包まれた存在に回収され、儀式が終わった後彼らは何でも手に入れる。そうみたいだね。だから彼らの日常に紛れ込んで恐怖を集めてみようとコラリーが提案したんだ。へえ、成果はどう？順調。ヘリアにとって投げナイフは何の脅威にもならないし、かわすのも簡単だけど。だから彼らがナイフを投げるとき、いつも手が震えるほど怯えてて本気。二人には商売の才能があるんだね。でも大して役に立てないと思うよ。私たち自身の恐怖じゃないから、回収が始まらないと本当の結果を見ることはできないし。それで二人は回収をする人について何か知ってるの？聞いたことはあるけど、参考になりそうな答えは特になかった。 I think it's the person who just left you. うん、この話題を出すたびに相手はいつも言葉でただ嫌いってだけならあまりにも軽いし、憎悪と言っても少し度が過ぎてるような感じ。じゃあ彼らはどう表現してるの？魔山のように太くて泥だらけ、コリのようにずるくてあざとい。え？どうかしたの？じゃあ彼女はダイエットに成功したんだね。会ったことがあるの？She was just with us. もちろんだよ。コラリーだって会ったことがあるのに。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす、琥珀冬を防ぐに至るも。何かしようかな。まあいいや。土の数は5。雑魚月魚、雑魚月魚。チャック。はっ。Okay.Something just happened. Came out of a shadow. 今日はお客さんのところに行かなきゃならないから、もう行くよ。あ、その前に一応忠告しておく。影は貯められる財産なんかじゃない。いつか消えてもおかしくないよ。節約しようと思ってても、まずは実在するものに変えた方がいい。財布に入れたお金が安心できるのと同じだ。ん？来たんだね。ごめんごめん。あんたたちのところに行こうとしたけど、回収がなかなか始まらないからみんな焦ってるんだ。つまりあんたが回収を担当してるの？ふふん。はっきりと言ったことはないけど、別にわざと書く。何しろ人前に出せるものはこれくらいしかないし、
いい時期に見せびらかしたいと思ったんだ。Are you sure that's what it is and you just didn't feel like it? やっぱり私の勘は正しかったね。恩和です。そんなことないよ。うちだって虎の胃を狩る狐でしかない。Girl raised the uniquely shaped object in her hand, the exact same one we have. 影と取引するには彼女に頼らないといけないんだ。みすぼらしいだろう。でも、おっとっと。For no apparent reason, the girl stumbled in place, seemingly unable to bear the weight of the object in her hand. 実は、これが前に話してた亡きがらだよ。すごいものなんだ。最初は何も違わないかもしれないけど、今は鈍すぎるかな。どんなものでも長く放置するとそうなるんだよ。つまり私が持ってるものも過去の姿に。理屈はそうだけど、眠ってることと死ぬことはやっぱり。でも本当に興味があるなら努力してみてもいいんじゃない。もちろん、ここであの影たちを何とかできる人間を本気で探しても、もう嘘でしょ。あなたでもダメなの？それはまあ昔のことは語るまでもないってところかな。 Is this something like accepting the deal from the shadows makes it so that you can't harm them or something? 恐怖の収集って本当だったんだね。コラリ、これって漁師の海特有の変換メカニズムだったりする？ここでの恐怖の定義は少し違う。別に違いはないよ。文字通り、あんたが確実に怖いと思ったら、それを取り出すことができるんだ。理屈については、うちにもよくわからない。逆に言うと、回収をする人は誰だっていいってこと。まあ、でも、やむを得ない状況でなければ、影と関わりたい人はいないよ。外がどうなってるか、あんたたちも見ただろう。こんなに時間が経ったのに、彼らは影と汚いものは大して変わらないって思ってる。You say they, which means you don't. うちだって、2、3ヶ月に一度だけだし。普段は自分のことに集中してるからね。いろんな占いをしたり、人相や墓の風水を見てあげたりして、生計を立ててるよ。なるほど。宗教は自然の法則を人間化したもので、呪術は人間の行為を自然にしたもの。知り合ってから、この子はいつも難しいことばかり言うんだ。じゃあ、どうせ回収には人が必要だし、うちと一緒にテキパキと取引がしたい人と会ったら、多分そんなに難しいことはないと思うよ。もしかしたら私たちにお土産をくれたりして。それは相手次第かな。何かしようかな。私以外にもっと聞く。俺は。どうしたの？何でもない。ただ私の家の近くにも似たようなマークを使ってる店があるんだ。No, this is just the other side of the... ただの偶然かな。そうなんだ。No, I think this is the other side of the... What's it called? Your world's the other side of this place. さあ、来たよ。もうま、もうすぐ、怖く。変わったところは特になさそう。そう焦らないで。何でも起承転。今回は、前よりも早いみたい？当たり前だよ。少し不条理に聞こえるけど、若いほど怖いと思うものが少ないんだ。That is actually kind of true. そして回収の鍵は実際
そう、ゆっ。I'm turning the shadow into what you want it to be. Hey, kai, その時以外はあなた、そうなんだ。それもそうだ。今日は昔と違うからね。みんな、これが回収だよ。どう？やってみたい？ I kind of wanted to. まさか。これは今まで見たことがない。でも、もしそうだとしたら、うん、まだ軽率に反…どうしたの？それもそうか。よそ者は老朽でどうやって取引するの？え？うん？何を出してもらおうかなって考えてただけだよ。She's very simple-minded. あなたは何を見ても驚かないタイプなの？確かに驚いたけど、面白そうだもん。それで、どんなものでも影から出してもらえるの？小尺おばあちゃん。ちょっと。そんな風に呼ばないでよ。それと、別に何でも影から出せるわけじゃない。例えば、あんた自身でも想像できないものとかは出せないよ。Wait, so it uses your imagination to conjure it. なるほど。この通りの店が売ってるのは、何かの技術で、原材料とは無関係なんだ。まだ気づいてないみたいだね。ここではレストランを見つけられるかもしれないけど、野菜、小麦粉、あるいは米を販売してる店は一軒もない。特殊な供給ルートがあるんだと思ってたけど、今考えてみれば、それはただ、彼らが何でも手に入れられ、その通り。この100年間、うちらはそうして過ごしてきた。あんたたちのところの相場は知らないけど、今の老朽では、かつては高価だった金銀財宝も、今は子供たちの水切り道具だよ。芸術品みたいな、貴重な技術と優れた工夫があるような品なら、話は別だけど。つまり、ここの経済体系だと、人々は恐怖を感じ、すぐに取り出せれば、衣食に困らずに済むってこと？コラリー、あんたはどう思う？これは、私たちのよく知ってるどの法則にも一致しないよね。確かに変だと思う。神の国は同時に絶望的な国である。意味は同じじゃないけど、ここを表現するのにふさわしい。地球の近くにも願い事をすれば実現するという世界の泡があったと聞いたけど、まだ詳しく調べたことはない。 Oh, I remember those ones. それに日常生活に直接応用したりはできないはず。でも、危機の数値を見ると、その影たちも崩壊エネルギーの一つの具現と言えそうだ。つまり、この世界の泡の人たちは崩壊と平和に共生してるだけじゃなくて、それをどんなものとも交換できる永久合理的だと思う？非合理的で当たり前だ。しかし、別の視点から見ると、この件のどこが怪しくたって、私たちの火星探索の旅に、よりたくさんの、そこから広げていけば、まだ知らない。あの夢追い人の故郷だって例外じゃない。あ、夢追い人、あんたの目標は、まず故郷に戻ること。それで、そうだよ。できるなら、もちろん戻りたい。ずっと私を探してくれてる人たちを心配させたくないから。じゃあ、私たちは今まで通りに一緒に行動した方が効率的だと思う。確かに。一緒に行動する？あんたたち、少し、ごめんごめん。うちがバタバタしてたから、うまくもてなせなかったせい？ああ、誤解だよ。もちろん老朽に興味はある。ただ、
私たちはよそ者だし、まずは外との通信を回復させるべきだと思うんだ。私たちの基地に。あなたはどう思う？面白ければ私は別にいいよ。でも、うん、どっちも探索できるのが一番いいかな。そうしたら影に何を出してもらうか考え続けられるしね。わざと興ざめさせるわけじゃないけど、言ったはずだよ。うちは100年間もこの小さな場所から出られずにいるんだ。うちの知ってる限りでは、確かに外に出られる道が一本ある。でも今まで誰も通れていない。 So there is a way out though. あるいはそうだね、通れる機会はもう失われたって感じかな。大丈夫だよ。というより私たちが運に恵まれてたら外とのつながりを作れるかもしれないし、運に恵まれてなく、それでいつ出発するの？いつでもいいよ。もう少しある。でも実はちょっとした休養を済ませ、ついでだし、うちが休養を済ませたらまた。休養？あんたもその場にいただろう。Let me just look at the map for a second to see. So we're going the same way I was thinking of.私以外にもっとぴったりな人はいないの？Let me see if I can't figure out how to get to that. What are they walking on?私以外にもっとぴったりな人はいないの？ Nothing is all I can think. Doesn't let me sneak through there either, so yeah, I'm just... 私以外に I'll follow her then. もっとぴったりな人はいないの？早めに片付けよう。やっと、ふん、は、は、やっ、は。Yeah, I remapped the button. 来た。動くと。Because my one button wasn't working, so I just changed it. 久しぶりだね、マンゴレおじさん。何をしに来た？回収についてまた何か思うこと。うちだって昔に戻りたいけど、生活影に出してもらうのも土から生えてくるのと大して違わない。エミリー、父親は死ぬかも。お前も知ってるはずだ。俺が信用できないのは、かつては猛獣だったとしてもとっくにお前、いやとっくにあいつらに手なずけられた。俺が信用できないのはお前、それとあの妖物。そう言うと思ってたよ。夢追い人、言っただろ。あんたが持ってるほうきはだいぶ鈍い。もうこんなことになったんだし、人助けはさておき。なんだ、ペテン氏も弟子を取るようになったのか。数年前はまだ。これも多分その方が誰かに代わりに働いて。人聞きが悪いな。安心。じゃあこれからは夢追い人と仲良く。でも私、うちがいるじゃ。老朽
カンカン。ああ、同じじゃなくてもいいんだ。苦血なんてただのお飾り。Of course they are. ほら、できただろ。This shadow is a little bit too big. Oh, tasks. Of course. And of course, the moment I map the button, I get the character where I no longer need to use that button. See, I'm gonna start by...this and done. And I got exploded anyways. つまり彼女にも。そこまでじゃないと思う。何でもおじさん的に。それはどうかな。同じことをしたのにどうして相手がこの少女って人は。マンゴレおじさん、もう彼らみたいな人は現れない。もう何も言わなくていい。俺は何があってもお前たちみたい。彼らもかつては人だった。だからしかも。これはその件とあまり関係がない。とにかく彼女が持ってるものこそが器具と呼べる。おっ、まだ急用があるんだった。 She doesn't want us to know something. ささ、早く行こう。 What doesn't she want us to know? 何年も経ったのに、マンゴレおじさん。それで彼は一体どうしたの？他の誰かの話もしてたみたいだけど。別に隠すつもりはないけど、話すと結構長くなる。でも夢追い人、あんたは結構やるね。そうしたらうちの責任も軽くなるし、あんたにも利。うえ、力になれて嬉しいよ。話がそれたね。あ、そうだ。Seemed to have suddenly remembered something and shifted her gaze to the gadget in her hand. ずっと持ってるのは重いし。どうせこれから会社と我慢してて。But the young girl gently loosened her grip and let it fall to the ground. There's no sound when it landed on the surface. さ、出発しよう。That is ominous. To me, at least. Then her foot tenderly stepping on Songku's shadow. So Saul pushed back on the ground as if what she had been.Seen earlier had never happened. こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。Wow, that's the one I needed to unlock. Got it.また私の番。Starfall Blossom. Have I got those before? I think I have. Ominous Bridge. ね。さっきから聞こうと思ってたけど。もちろん、ここの人たちはあれを英単って呼んでるよ。それだけじゃない。太陽と月みたいな存在。ただあまり近づかないで。万が一落ちたら
Drown in shadows. That doesn't sound ominous. Oop, I went too far before I activated the beacon. What is this? Shadow of nothingness. Just want to try this one out. See what it does. Senadia, 必ず任務をクリアするよ。動かないで。エンジン展開。いいタイミング。目標ロックオン。逃げられないよ。言いたくない。本当に。大変だ。Too hard. And this one is team members gain health. With health is a good thing, but if you deal enough damage fast enough, you don't need health. If one is attack, that just XP. Oh! The truth is the truth. I kind of want that. Or is it not actually drop the lightning thing? Do I have to go to somewhere else to get that? Senadia, 必ず任務をクリアするよ。えい。Hey, I don't think it drops what I'm looking for, is what it is.
片付けよう。Oh, I can actually get rewards from this. So physical damage, fire damage, and lightning damage I've seen. Oh, Just die. Actual elevator. Need to grab this thing. Oh, that's an anchor thing. Oh. Just like the thing we have, I think. これだよ。これは週末の夢追い人、知ってるの？うん。私の故郷では、つまりこれがこの世界から出る。少なくともうちが聞いた話じゃそうだよ。あんたの故郷では別の使い道があったりしないの？うん、私たちは世界の間にある通路と関係があるとは思ってないんだ。その見た目みたいにアンカーの存在があったからこそ、大崩壊でボロボロになった世界を定着。それって通路ってことじゃないの？ What do you mean? どれくらいあるかはわからないけど、こっちにもあって、あっちにもある上に、おかしいくらいにあ。なるほど。全く参考にならないとはいえ、少なくとも今回は、あなたの考え方は普通の人に近づいてる。Way to subtly diss her to you, Coralie. 参考にならないってどういうこと？わかった。私がやってみるよ。アストラルリング。え、本気で言ってる？長い間うちは私の故郷にある週末のアンカーも最近高層ビルの最上階の一部になるまで100でも少弱。もしかしたら私があなたを知ったのは、あんたはそう言ってたね、夢の中だって。うん、私が言おうとしたのは、実は今までその歴史の中にあった名前を気にしてなかったけど、逆に言うと、少弱の記憶で、老朽はかつて。え？どうしてそれを？ That's her hometown. 嘘だろ。浅い知識なんだけど、自身の世界を離れることを代価にして、大崩壊を乗り越えられるように、そんな物語が、今でも私の琥珀街にいた時、ある看板に気がついたの。私の故郷では、同じ看板を別の、あの時の私はただの偶然だと思ってたけど、週末のアンカーの件を加えると、待って、つまり当時のうちらは成功したってこと？ They are working in the background. Wow. 邪魔してごめんね。でもこれっていつも通りの動きなの？私一回触っただけだよ。あんた一体どうやったの？待って、違う。And of course she's left behind. That is unfortunate. Did we just abandon Coralie? Coralie?Seriously? Even the narrator doesn't know what to say. それで、このすべてに
一体何の意味があるの？ヴィラ？もう、本当に気が気じゃないよ。そもそも、老朽と桜花は同じ世界だ。でも、やっと君の話を理解できたよ。この全てが時間にとっては、特殊なんだってことに。道理で君も、あんな風になすすべがないみたいな表…以前あなたに必要な自己紹介をしたのは、こういう時にからかわれるためじゃないけど。よく言うよ。こんなに遠回りしたのに、結局のところ、僕に君の夢の中で、他人の偶然三味一体を促したあの夢追い人はさておき。少なくとも僕と君にとっては、あ、何か誤解してる？私はただ、未来で違う変数同士が、それは、表彰にとっての意志のように。そして、彼らのそれで、これは一体何？通路。え？どう見ても違うじゃないか。リトース。リトージス。本当に通路だ。孤独。苦痛。呆然自失。もういいよ。どんどん話がおかしくなってる。私にとっては、これがここにそびえ立っているのは、こうそれがお前に、な、背負うのが難しくても、お前は自由を手に。やめてよ。うちのことを知ってるだろ。そう、こういうことは、あかり姉さんの方がふさわしいと思うよ。いや、あらゆる術の中で、お前だけ、お前の根源を知って、性格を持つと、彼らは理解させられる。理解させられると、彼らは、ここの外こそが、お前のいるべき。それに、もう一つ理由がある。おじさんってば、リトストおじさん、理由は分かってるんだ。でも、おじさんの口から。一度だけでも、欺瞞する私を見たことはあるか。はっきり言おう。お前には、我々と同列に並ぶ資格はない。そして我々は滞在を犯す資格もない。What did they do? And does Sunk you know just not telling him? 私、置いていかれた。間に合わない。待って。ここにとどまるといい、お嬢さん。そこで死ぬつもりか？誰？あなたの気が済むまで待っても構わない。この世には、人目を引くのに足りないことが多すぎる。例えばこの通路も、今日初めて現れたわけではない。それに、私たちはとっくに会っているではないか。The sphere is talking to her.先生は本当にタイミングよく外出するね。でもよかった。以前の数回と比べると、目下の状況はまだ緊急とは言えない。Oh, the dog's here with us. The wing-tailed dog. Okay, that was phase one.
I think I can still play as her. 私以外にもっとぴったりな人はいないの? What do you have? Oh! I can buy music and decor. Oh my gosh.Am I gonna freaking make my house? What about you? You're just materials. You have the same decor, so nah. 私以外にもっとぴったりな人はいないの?Oh, you have something for me. Nani ka shiyou kana? Ma iya. Yasumu no mo daiji na shigoto. Watashi igai ni motto pittari na hito wa inai no?So we're just ignoring the fact that Coralie isn't with us. Thing. Oh, so it literally wanted me to go home, look at the computer, and then leave. Is that it? What is this?自分自身を想像するものね。Really? Wait, they literally just straight up let you change this. 息抜きと。Sure, let's change it.絶妙な発明を思いついたけど、髪が小さすぎて全部見もできない。 Why did they let you change this and then they don't let you change back immediately? They're like, you changed it, you have to live with your decision for a while. どこに行こうかな。Like literally both of them, they don't let you change afterwards.And nobody's gonna question this for some reason. Really? I thought somebody would at least question. Like somebody who was female just changed to male and nobody's gonna question a thing. That should at least bring up some dialogue with the other characters. ここにとどまるようにってあなたが言ったから、それなら。そこの装置を直いや、お願いというより、これは脅しなのでは? She's threatening to smash it. わかった。早く通路を直してくれないと、思い切り叩くよ。And now she's not even pretending, she's literally just threatening. 悪いが、できない。
何でもできる道具でも応用範囲の制限を受ける。しかもあの通路は空から降ってきた老気、うん、あなたと喋るのは疲れる。あ、うん、やっぱり何の反応。それも当然だ。かつて唯一離れる資格を持っていた者は自ら諦めることを得、そして唯一離れる能力を持っていた者たちは自ら。まだ私の意見を聞く気があるなら現在、また Okay, now it's just Boily. The easiest character to use, considering you could just use the same button repeatedly. Engine.人間は効率を重んじる。誰かに思い直してもらえる一番の方法はおそらく効率で誠意を見せることだろう。今のは私のほんの気持ちだが、いかがだろうか。私の演技力が足りないのかな。Was it charging the thing? つまりあなたがあの怪物たちを。星が徘徊するあの天の海、影とそれは水と火のようでありながらも、片方が減るともう。しかし今回私が求めているのはあなたとちゃんと話すことだ。怪物を倒すことに協力したが、価値という面では不公平。じゃあどうして今までそうしなかったの。そんな力を持ってるなら私に脅されることもなかったのに。別に脅されても損はしないだろ。Wow. それに行動には代価がつきもの。収穫を得られると確信していないなら何。もし私が本気でハンマーで叩いたら。勉強の代価が叩かれることなら別に構わない。Wow. 生きる唯一の機会を捨ててまで自身が損することを選ぶ者にはめったに会えない。ひとまずちゃんと自己紹介しよう。少し言いにくいが、私のことは協力関係を求めるにあたっての自慢ではないが、彼女が残した弦と目などと比べると、私の方が道具として様々な役割を果たせる。Refers to his vision. That is actually suspicious. それは、あなたは実に目的が明確な人だ。だったら何？あなたの理論だと他に質問したら別。ああ、いい見解だ。道具としてあなたの代わりにできることはあまりにも多い。満足を知ら、しかしそう警戒する必要はない。等価交換は私の。たとえあなたから何らかのメリットが得られるとしても、私が先に何かを渡し。それでどうすればそのアンカーをな。そう焦らなくてもいい。今の私は確かに老朽で思考で市場の損。どんな目的でも達成するには多種多様な方法。例えば私は老朽の存続の鍵を知っている。そのため私の導きのもと、そうすればおのずと再び海に身を投じることができる。いいね、今すぐ行こう。大丈夫、私たちは。え？もう分かってるよね。適当な冗談は。いいだろう。ずっと少爵と一緒にいたせいで人類の多様性に対して必要な感度を失っていたようだ。それでは本題に。まず説明しておくが、あな、何せ老朽では先ほどのように通路が現れたことは一度もなく。無論道具と道具には違いがある。庭師の道具はな。そして私は造物の人の道具だ。
そのために私は全能でなければならない。かつて術という名で世を渡り、あなたの言う天国と地獄がどういう意味を持つかはさておき、全能の神は誰にも持ち上げられない石を作ることができるか。まさかここで。逆に分かりやすいだろう。造物の人の道具である私にできないことはないが、それでも規則にとらわれる。しかし術の名を持つあの者たちは、いつでもその彼らはこういう規則を作ること。この世界で私が作ったあらゆる私でも持ち上げられない。言葉遊びだね。とにかくあなたから見て装置を起動させたければ、その術にお願いするしかないってことか。ある。道具として私は合理的。しかし一文字のズレもないため、要求を口にするときはどうか慎重に対応してほしい。結果を目にしたときに言葉が明確ではなかったことを後悔しないために。見ての通り私の唯一の使用者が行方不明になっている。彼女の代わりに席も。まだ私に教えてないことがあるみたいだ。いや、とても単純だ。あなたの世界にも造物種に関する伝説が存在するかどうかは知らない。もしあなたが彼らを探すことを選んだら、最後にあなたは自身の行為が交渉。いいね。私は交渉な人じゃないし、許される必要もない。あなたの言葉遊びもその裏にある目的も。いいだろう。ではよろしく。それだけ？適当すぎるんじゃないの？契約を結びたいなら、おそらく今は私たちを制限できる規則のようなものはないと思うが。I'm wondering what's going on right now. Like, I'm trying to piece together if Coralie is going to end up changing. そこまでややこしくする必要もない。まあ。もういい。本気にする必要はないよ。あなたにユーモアのセンスがないことは分かったから。それに、今はそんな風に遊んでも意味がない。他の人がいるときにまた呼んでもらうよ。Did this change Song Q? And is it going to change Coralie is what I'm wondering. Coralie. 行こう。まずは、あなたのしたいこと、あるいは欲しいものを口にしてもらう必要がある。工事の図面のように、できるだけ細かく言った方がいい。直接、私が今一番行くべき場所に連れて行って。人工知能に対してちょっと不信感があるから、言葉をむやみに一致させるよりもあなたに自動で道を探してもらった方が。それはまた変わった望みだ。いや、yeah. それもいい。使い方に慣れるまでの過程では、仰せのままに。私たちのしようとしてること。前に話したように要求を口にするときはできるだけ細かく言った方がいい。解釈がちょっとずれただけであなたの願ったものと違ってくる。重大で危険な過ちと比べると、少なくとも目の前の状況は命を脅かすほどのものではない。でもどうして私の今一番。Family fashion. The girl's stomach rumbled with a gurgle, signaling her hunger. So that's why she should be here, because she's hungry. 確かに。それは私が気にすることではない。長い間、私がしてきたのは二つだけ。握られた刀に、その使用者に対して自分の首を切るべきではないと忠告する義務はない。無論、あなたに相応の意思があれば、助言することはできるが。もう少しポジティブな話題を出せない？それもあなたの要求ならもちろんだ。例えばあなたはこの過ちを利用して正確に栄養を補給することができる。あなたが話してた
あの術。それも間違っていない。彼らを呼び起こす前に、彼らもまた別の。Are we about to switch over to the other side? Uretachi, Modotte Kitano ka? Yeah, they don't let you switch back characters immediately. Modoru? Koko ga anata no kokyo na no? Yume o omita. It does actually change this. Ah, Koko ga Ookashi no chūshin ni aru Anka Biru. Wow!見る限り琥珀街よりもずっとすごいね。 I am now tempted to each stream switch the character and see if anybody ever says anything different. そうかな。どっちも面白いと私は思うけど。コラリ、商業施設の中に学生寮があるなんて聞いたことある？ Sorry, the user you're looking for is not here right now. At least they finally realize that she is not there. コラリ？大変。まさか私たちと一緒じゃなくて向こうに残されちゃったの？ダメダメ、急いで戻らなきゃ。え？どうして何の反応もないの？さっきはこうしてこう、そしてこう。And now she's freaking out. やっぱりさっきのはまぐれだったんだね。厄介なことになった。バーン。ごめんね、みんな。時は一瞬っていう悔しさも理解できるけど。データの海から来た未知の再現物は。あのな、親切姉さん、知らない人をからかうのはやめてくれ。彼女たちが根源物質管理条例に第二条。すぐバラさないでよ、つまんないの。じゃあ自己紹介するね。私はこの子の先輩で、楽親切、データ研究所で働いてるの。親切って呼んでね。なるほど。みんなはデータの海の奥で出会って、老朽っていうところに流れ落ち、こちらの少弱さんと知り合って。どうして親切姉さんまでその名前で呼んでる？かっこいい名前だからだよ。ねえ、セナちゃん。うん、もちろんだよ。They have the same sense of humor. 夢の中の私がどういう状況にいるのか、まだそう考えると、データの海って本当に不思議なところだね。宇宙人と出会った上に、お姉さんが夢追い人に電話し、電話するとは言えないかも。とにかく、夢追い人の通信機は、状況の再現。起動した週末の暗化。歴史上のあの件と関係があったりするのかな。だって、こっちにはそう考えると、一体誰が主体で、誰が客体なんだろう。There's no one around. The researcher named Chenzu immediately immersed himself or herself in contemplation. A few steps forward, the redhead girl deliberately positioned herself in front of Chenzu.Geared up to draw her out from that immersive world. But right now. ああ、大丈夫だよ。ちょっと考え事をしてた。あんまり喋ってない100年の間に自由に発展したこの世界を見て、どう思った？ん？うちはご指名？もちろんだよ。だってあなたは、他のみんなはまだ気づいてないみたいだね。She knows. それなら、しばらく内緒にしておくのも悪くないかな。さて、話を戻そう。ヘリアは仲間のことが心配なんだよね。でも私に言わせてもらえば、この週末のアンカーの地下。確かにこっちの世界のことはよく知らないけど、つまりそれって、そう理解してもらっても構わない。結局のところ、おっと、想像してたよりず
What just happened? もしもし、夢追い人、ヘリオは一緒にいる。コラリー、あんたなんだよね。バカ、火星にコラリーが何人もいるわけないでしょう。それとも、お久しぶり。あの週末のアンカーだけでも十分おかしいと思ってたのに、どういう状況なの？ Has been a long time on that side. あ、セナリオだ。じゃあ、少弱も一緒だね。ここから他の人の声が聞こえてくるのはかなりおかしい気がするけど、その通り、うちもここにいるよ。いやー、にぎやかな場所だ。上の数字を見る限り、I didn't mean to do that. 夢追い人の家は100階分もあるのかもしれないね。別にここの全部が家ってわけじゃない。たまたま住んでる場所がこの。まあ大して変わらないよ。ここに住んでるなら隣近所は全部家族みたいなものだろ。 Not necessarily. 現代社会はそうじゃないんだ。楽しい話の途中で邪魔をして悪いが、コラリーには少弱と相談したい、もっと大事な話がある。 And she just realized what's going on. おや、当事者もいたんだね。あ、簡単に紹介するけど、この声は核。こういう放棄がも今まで紹介できてなかったよね。冷たそうに感じるけど、昔は美婦人と言えるほどだったんだよ。少弱、あなたたちを入れると、通路は今日二度も現れた。The dog came over too. 今日の時間の範囲はどれくらい？10時20分から週末のアンカーのデータをチェックして。それはどうだろう。そこまで正確な判断はできない。だが念のため、通路を通してそちらの世界に影が浸透していないか、各私にも、影たちとの密接な関係があることを考慮すると、コラリーと私が今、異なる世界にいるあなたたちに連絡できたことも怪しい。確かに、私たちは今、琥珀街にいる。あのアンカーから離れたところだ。今の通話は、週末のアンカーの異常と何の関係もないかもしれないってこと？ It's the shadows. その通り。夢追い人のお姉さんは理解が早い。でもそうなると厄介なことになるよ。厄介？それって棚からボタモチみたいなことはない？確かにそうだね。週末のアンカーは謎に包まれてるわけじゃない。簡単に言うと、世界の泡で唯一無二の得意点って感じかな。ああ、それとはまた別に、セナちゃんが週末のアンカーと共鳴して私たちの世界と他の世界をつなげたことに、もし今の通信が本当は週末のアンカーと何の関係もないなら、地元の人間としてどうやって夢追い人の仲間たちをおもてなししようか。まだ危機の兆しはないけど、潜在的な事態の重さを考えて、しばらくは私の指示通りに動いてもらってもいい？大丈夫だよ。遠慮しないで。親切姉さんの言う通りにするね。姉さん。夢追い人、セナちゃん、ヘリアが一緒に行動して、少弱と私が一緒に行動する。まずはこの回のテンプでも、世界の泡の安定性は大事なことだから、確実な証拠。もちろん。問題、私も問題ないよ。She knows about Sankyu, and Sankyu doesn't want to let the other ones know. 少弱？もううちを見ないで。問題ないよ。夢追い人と私はこのアンカビ行動ルートについては、機関とかの公共、夢追い人は古木長居。善は急げ。もう出発しよう。え？そんなに早く？もちろんだよ。確率が 0.001%。 That Chengzu pushed Sankyu away. 任せてくれ。親切姉さんの言う通りにするしかないな。おお、どこに行こうかな。
That is ominous. You do know you want to rub under the glasses, not the glasses themselves, usually, right? どうしたの？データの海の幻覚を一瞬見た気がしただけ。本当に？ちょっと休んだ方が。本当に大丈夫だって。データの海に長くいると、さあ、まずはブックカフェに。息抜き、息抜きっと。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だな。外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。 Oh, it's above. That's where it is. Trying to figure out where that thing was trying to point me to.あ、遊ぶために連れてきたわけじゃ。The store clerk about what things you want to know. 今日は特に変わった子。ちなみに親切さんはね。あ、なんでもない。新しい実験。なるほど。それなら本当まだ仕事がありますので。あ、ありがとう。So not here. 異国に向こう。あなたって意外と…さっき話してた新しい実験のことだね。別に嘘じゃないだろう。週末のアンカーの異常は親切姉さんにとってこれから悪党になったとしても夢追い人はちゃんとやっていけそうだね。褒めてるんだかけなしてるんだか。でもさっきから気になってたんだけど、親切さんの職業って…権力か…親切姉さんが権力を持ってるというより、データ研究所が大菓子にとってかなり重要だって言った方が。ここのみんなは一つの世界の泡で暮らしてる。このビルをこんな環境だと街を維持するためにデータの海から入手できる。何？そっちも恐怖を集めてるの？ Not fear. いや、でもデータの海から取り出して加工した根源物質はプログラミングっていう形で、世界の根源物質を直接パンやクッキーに大量変換する方法とかは開発できなかったけどな。なるほど。石油みたいなものだね。石油？そうだね。地球の根源物質だとでも思っ。そう考えると私の体もそういう根源物質でできてるのかな。 That's possible, I think. 難しい質問だな。普通の物質に変換された後は、根源物質自身の特徴をいずれにしても、今までの経験から話すと、普通の人間と俺たちには生理的な違いなんて。なるほどね。じゃあ、私があの週末のアンカーを起動。答えのない問題をこれ以上考えても意味はないし。よし、調査を再開しよっか。I think it has something to do with specifically.It being 息抜き、Senadina and not just being... 俺だけよく野良猫にスリスリされるみたいだ。こんにちは。そう。Briefly consulted the salesperson about what trends you wanted to know. 変わったこと？いや、それなら何か超自然的な力とやらに。ん？超自然？何か思い出したの？違う。何か変わったことがあれば普通。今日の彼は少し、今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。そよぐ風も地殻の一部だ。 Oop, have I activated this one? No, I have not.Who's that supposed to be? Oh, that's a book. 変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だ。 That was a noise. Oh, there's a door right here. That I can't get through. Okay.外の世界にとって世界の泡は
一つの盆景なのかな。少しブラブラしよう。Oop, is... Nah, that's not a chest. Black spot is a chest there for a second. Reason は分からないけど。糸の夢へようこそ。何かを。Consult the manager about what they want to know. なるほど。親切さんの時期。何？何か心配事？いいえ。先ほどこちら考え、ええ、エリシウムの神話をご存知ですか。その伝説には、伝説によると夢追い人は一人の夢に潜入し、夢追い人、今の話初めて聞いた大丈夫ですよ。ですが皆さんが今日The dog. Ah, たまに太陽と話したくなるな。 Following us. そよぐ風も。 First, let me pick up the book.時間があったら。We've consulted the restaurant's owner about what they wanted to know. 変わったことですか。開封済みのクリームがどこかに置かれてしまった。それはお店の人がうっかり。そんなはずないんですけどね。誰かが盗む。それはないと思います。クリームだけは盗み食いする人なんていませんよ。Is the dog actually a cat? ところで、この猫ちゃん用のご飯は、息抜き息抜きっと。店からクリームが消えたのって。ああ、スイートさんもたまにうっかりしてしまうから。でも彼女が話してたユーン先生って。夢追い人の先生なの？ああ、そうそう。俺たちの先生でデータ研究所の所長なんだ。ただ先生はよく出張で出かけてるから。へえ、なかなかいい人脈ず。まあいいや。本人にそんな意識がなければこの話をしても意味がない気がする。もちろん大丈夫。でも先生の出張はいつも長いから、1年間18ヶ月のうち12ヶ月も研究所にいなかったりするんだ。というか、待って、今なんて、1年は18ヶ月に何か問題でも？落成の1年は18ヶ月だよ。1年は668日か660…あ、わかった。地球の1年は300日間くらいだから、1年に18ヶ月もない。そういうことかな。 How do you know that, Sonadina? もちろん、1年は12ヶ月、全部で365日か。なるほどね。じゃあ、夢追い人が落星での自分の年齢を口にしたら。いや、年齢も時間を表す数字に過ぎない。それに、生き物が成熟する年齢は、その惑星の公転周期で決まるという理論もあるし。とにかく、スイートテイストも異常なし。もし668、それなら何よりだね。初めて来たとはいえ、こういう賑やかなところは好きな。普通の商業施設だと思うけど。どうやらコラリーとヘリアン。それはどうだろう。でも今は雑談してる場合じゃない。確かに。三医師異国に向こう。その次は何だったっけ。 What's right there that causes the music every time I get near it? 世界の泡は一つの盆景なのかな。
俺だけよく野良猫にスリスリされるみたいだ。理由はわからないけど。おお、どこに行こうかな。そよぐ風も地殻の一部だ。こんにちは、ようこそ。でも今日店で何か変なことが。お待ちください。データベースを。本日データ研究所の基準から見てですが、特筆事項として親切さんの質問をシステムにアップ。よかった、ありがとう。でもどういたしまして、こちらは本日の割。ところで今あなたたち。そうみたいだね。デモの話。彼女は分散型モデルで。あなたたちの世界の泡ってやり方が贅沢すぎる。まあいい、一部分からでも物事の全貌を推し量れる。ただの世界の泡だけど、地球が。雑談はここまでにして。絶妙な発明を思いついたけど、髪が小さすぎて全部メモできない。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だな。うん、少しブラブラしよう。外の世界にとって世界の泡は。お、親切姉さん。うん、こっちも着いたばかりだ。どうだった店の周り。うん、全然。強いて言えばスイートテイストのスイートさんがクリームをなく。やっぱりこっちも似たよ。あれ、小弱は一緒じゃないの。うん、彼女にはもっと細かい調査をお願いしたの。私たちとは全然違う。彼女をもっと頼るべきだ。あなたは。少弱の放棄の声かな。もちろんだ。私はコラリーと琥珀街の状況を知る。みんなと同じで琥珀街でも何の進展もなかったよ。いや、進展がない。それも。そう？誤解しないように。私も今はまだ具体的な結論を出せない。だが私は少弱のことを知る。私もだよ。 Do you say did?少弱って一体何者なの？前はそんなにすごい人に見えなかったんだけど。I find that weird that they used the word did there instead of I do trust her. Instead they said I did trust her. いい質問だね。少弱のお仲間さん？そちらに任せよう。私の視点から話すと。わかった。ちょうどいいし。ここの展示を利用して夢を。Any books I can grab? Yep, there's one right here. Hey.ここに展示されてるのは100年前に大岡市が作られた時の歴史なんだ。大崩壊の前夜、固有世界の落成は。そんな状況の中、大崩壊の力を巧みに利用して崩壊の影響を受けない世界の泡を作って。そこ。ああ、歴史の先生はそう教えてくれた。つまり。そう、非公式の記録ではその力は影の呪いと呼ばれてる。え、彼らの話によると100年前の桜花では影は恐ろしい存在で、大崩壊が。まさか老朽って。判断を急がないで。非公式の記録では大崩壊に対抗した奇跡は少数の人たちによるものだって書かれてる。でも7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったっていう話よりも数えきれない。例えば、そう、ヘリア、あなたたちの星にも造物主や救世主のような伝説があるよね。そういう存在に対して
違うスタンスを持つあなたの同胞を思い出してみて。確かに理解はできる。ただ、ただ状況が違う。私たちの故郷には生きてる神がいる。協力プレイのゲームで彼女の惨めな戦績を確認することさえできる。 Yeah, she actually is still alive there. 地球の状況は確かに特殊だよ。地球の崩壊獣、リツジャ、ましてや崩壊病、それはもしかしたら地球特有の現象。確かに馴染みのない言葉ばかりだね。かつて私たちを悩ませた惑星の大崩壊の話をまとめると、100年以上前のある日、惑星の学者たちは固有世界がダークエネルギーにゆっくりと引き裂かれていることに気づい、当時の人々が行動しなければ世界の結末は目に見えてた。何せすでに沈んだ部分は世界の泡にとってそれは間違いなく終焉。でも彼らがすでに大崩壊を経験してるなら、まさか、か、待って、今7人の偉大な存在、その話の中で彼らはどう成し遂げたって語られてるの？わからない。 You don't know, okay. 私が見てきた記録はどれも曖昧で、だからこそ生死と比べて死んでも別の面から考えると、そういう人が確実に存在してたとしても、話によると失われた随筆の7術一方にはこう記載されていた。大崩壊以前の年代で、その7人は術としてすでに誰もが知ってる存在だった。 That is Sunky right there. And that's the dog. 大菓子が作られた当初は彼らを立ち去った人。術？法は明らかなるにごとくなく、術はあ、その7人は具体的な人間というよりも7つの手段って言った方が正しい。大崩壊に対抗する手段ってこと？ううん、それは彼らの本来の責務じゃない。彼らが術と呼ばれるようになったのは恐怖に関する影の呪いのせいなの。 That's one of the methods I'm guessing. まさか少弱を。その記録の中で少弱という人物は7術の一員だ。彼女が欺ける対象は物理法則まで含まれてるんだ。あなたたちが話す記録はよくわからないが、少弱が欺瞞の術であることは間違いない。私が器具の術と呼ばれるのと同じだ。こういう呼び方は有名無実だが、どうやら伝説も何の根拠もないってわけじゃないみたいだね。狂楽、純子、結合、破棄、巨眼、器具、欺瞞、最後の二人とはもう合ってる。 Those are interesting terms, because a lot of those aren't good terms. あ、ほら、あそこ。さっきの話が信じられるものなら、一人の神が私たちと。Not long ago. 欺瞞の術。あのバカバカしく見える記録もちゃんとただの虚名だよ。虚名でも正真正銘の虚誤解しないで。本当かどうかを問い詰めるつもりはないよ。王家以外から来た存在であるあなたがそんなにも術を知ってること。そしてあなたには王家と老朽は同じところから来てるように見えるんだよね。そこまで確信してるわけじゃないよ。うちの記憶の。でも100年以上前は王家も老朽も旧安家の四地方の一つだった。安家四地方。ああ、老朽、冥界、白、王家。そうそう、四つの外区に分けられたんだ。 There's two others. そう、少なくともこれで私たちの世界はデータの海で孤立してないでしょう。それならこれから話すアドバイスも理にかなってると思うけど。And now, 今話したように
夢追い人、先生が実地調査から戻ってくる。え？何か問題でも？だってあなたは唯一の体験者なんだし。いやいや、要点はそこじゃなくて、この件は週末のアンカーと直接つながりがあるのに1年生の研究課題にするなんて。自分の手で何かをやらかさないと、その成長は確実なもの。課題の研究においてあなたはすでに凄腕と言える強…安心して。本当に何かトラブルが起きた場合、研究所は見て見ぬふりなんてしないよ。でもその前、あなたたちに桜花と老朽に潜んでる危機を解決して。この件は私が支援しよう。その視点から考えれば、あんた普段はうちに対してそんなに優しくないよね。先ほどあなたを案内した桜花のロボットはさぞ優しかったのだろう。世界中にいるほとんどの人間が仲良くできる大前提は互いをよく知らないことだ。That's actually an interesting theory. 確かに昔のうちはペテン師だった時もあったけど、そんなことでうちの欠点を暴く必要はないだろう。あ、夢追い人の研究課題なんだけど、欠点は。What do you mean? 安心して、暴くのはあなたの欠点じゃないから。思ったんだ、私たちの強みから考えると、この研究課題は歴史方面から着手できるかもって。もちろんコラリーを見捨てることはできない。でも週末のアンカーに関しては私たちだけじゃ何もできない気がする。いいんじゃないかな。もし週末のアンカーに関するきっかけが見当たらないなら、そっちはしばらく。それじゃあ頼むよ、親切姉さん。でもセナ、今の話は欠点を暴くことと。もちろんそれは少女に聞かなきゃ。ねえ、もし歴史について何か発見したとしたら、それはかなりの確率であなたのプライバシーと関係があったりしない？それは大丈夫だと思うよ。だって術の一員だとしても、普段のうちはごく普通の人間だし。それにうちらがここを出たと、あんたたちに出てもらった時って言った方が正しいかな。その時はまた他者の視点から事の因果を明確にするのも現状にとって役に立つはずだ。ちょっと今日のあんたはどうして身内に不利なことばかり言うんだ。毎日あんたのことを綺麗だって褒めてあげてたのに。それはいつの話だ。どうやらこれからについてはもう目星がついたみたいだね。こっちは続けて週末のアンカーを調査していくから、夢追い人はセナちゃんのか。じゃあ私も週末のアンカーの調査に加わろうかな。 A lot of the investigations are usually best started in the library or research. へー、まさか私を助けることに。さらそうなると、夢追い人、その核という放棄を親切とヘリア、それも術の一員なら分けた方が効率的でしょ。今までは小弱と親切が一緒だったけど、今はちょうど入れ。反論はできない。これでやっと他人のか。The unanimous decision on the next course of action, the group happily reached an agreement. Now they probably couldn't fathom the need to regret their decision at this moment, if an unforeseeable grand undertaking that lay ahead. Your entity can be considered an exception now.ドニグル、なるほど。It understands it. 晴れた日はたまに太陽と話したくなるな。What did she try to do to me? Oh.I was literally that close to getting it. Or Coralie. I already am getting close to freaking upgrading her again. I have 9. I need
Reaching here would be enough to level her up again. Oh, they give you just enough to upgrade her again. Nice. That's the last of the main story I'm going to be doing for today. どこに行こうかな。俺だけよく野良猫にスリスリされるみたいだ。理由はわからないけど。Brent. I can't open this good.Oh, I could just walk through that. Huh. Of course, we're gonna do the good old members.And let's go!Pretty easy fight.Simple. And this one is attack. That's just XP. Senadia, 必ず任務をクリアするよ。また私の番。気に入ってくれるよ。もう間に合わないよ。目標6。言いたくない、本当に。エンジン。I have to say, the character I like the best out of the new ones is Coralie for gameplay. 痛い。私に任せて。お待たせ。That is actually so good. To me, why is this in Japanese? Or is it Chinese? I can't quite tell the difference sometimes.
This one is all team members gain HP. Don't need HP really though. 少し休める。Battle turbulence. Dream of loss. Huh. Oh, it's only the first time that gives the reward. But I do have enough to upgrade this, I'd expect.I need level 7 to upgrade. This one is also lower shadow sources HP. Do I have one for attack?Scorch damage.Reduce the damage taken by the squad. I will keep that actually. That worked. You even gave me a chest for it. Oh, that's the shadow stuff.And then got it. There's still one more enemy, though. Charge 完了。ぼーっとしないで。見たくない、本当に。That didn't clear the shadow yet.歩幅を考えると誰かに背負ってもらった方が効率的だと思う。Oh. いつでもカウントダウン。
私あなたに決めた。一緒に行こう。エンジン点火。大変だ。ヤッホエイパー。おーい、こっちだ。大丈夫は。いいタイミング。目標録音。I just fired the full clip into the freaking wall. Figures. 目標位置に到着。行こう。気に入ってくれるよ。また私の。ふん。やっ。エンジン点火。いいタイミング。目標録音。そこまで。空中リレー。はっ。ガガガガガガ。動かないで。5、4、1。終わり。 That was probably a waste actually.一緒に行こう。またドン。ヤッホー、くらえ。ビュ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 。 That was actually very simple. The first challenge was harder than the second challenge was.セナディア、必ず任務をクリアするよ。 Oh, so that was a level up reward. Now I have the crystal limit up. The next one is elemental damage, and then it reduces or increases fortitude reduction. 次はどんな冒険が待ってるのかな。張り切って出発。みんなついてきて。 Oh, this is a simple one. It's literally just a 3x3. 張り切って出発。いくよ。Okay, we're gonna go try this. Very simple, just boop, boop, boop. And this is probably gonna be the last fight of the day.セナディア、必ず任務をクリアするよ。えい、火力で投げ払え。頭をこっちに。5、4、1。終わり。はエンジン点火。ふん、またドン。パワー全開。 Does this actually hit them up in the air though?Yes, it does. Engine, tenka. To, go, yon, ichi. Oh, yahoo. Ha, engine, tenka. Owari. Ha, yap. Oh.Why are you gonna have to use the stellar thing there?
is more HP thing. More HP. And that is for upgrading. Yeah, I keep on forgetting I can jump. セナディア、必ず任務をクリアするよ。行くよ。And claim. What does it want me to do over here? Oh, just these little things.But yeah, I'm gonna be ending the stream here for today, I guess. This thing just came upon me though, so it gets to die. But yeah, thanks for coming to the stream. I hope you enjoy. I hope to see you again tomorrow, where we continue and...Maybe finish the chapter one of part two. Very much a maybe. But yeah, hope to see you there. Goodbye.